昨日、おとといですね、東京から帰ってきたんですが、ソンシャン松山空港から直接大学へ参りまして、図書館に行こうと、研究室へ行こうと思ったら誰もいないし、図書館に行こうと思ったら閉まっておりますし、何事だろうと思ったら、ティンバンティンクーというやつだったらしいですね。飛行機は全く問題なく飛んだんですけど、雨も降ってなかったような気はしますけど、そんなことで、それで私も最近何でしょうかね、日本で今大変流行ってる認知症という病気がありますですね、アルツハイマーというやつ、ちょっとその傾向があって、何でも忘れてしまうということがあるんですね。でそれでこの間授業の時に、後からちょっとヒヤッとしますけど、その古写本の話を始めたら、別の話になってしまって、その古写本の説明を忘れてしまっているという、そういう恐ろしいことが最近起こりますので、皆さんも私が変な話を始めたら、ぜひ、なんていうか提醒していただいて、助けていただければと思います。それで漢文の訓読という話を始めておりまして、いわゆる漢文訓読というのは要するに中国語の原文が、あるわけですけれど、それに日本でいわゆる訓典というやつですね、プラス訓典というやつをつけるということで、そのまま日本語に翻訳されて、読めるという、そういう仕組みなわけですけど、この訓典というものの中に、返り典と、送り仮名という。その2種類があると、要するにその漢字の文章に返り点と送り仮名をつけることで、日本語として読めるようにしてるんだという、そういうことなんですね。それでこの間授業の後にいろいろ質問を受けたりしまして、ちょっとその、資格漢字が入ってないところでこのいわゆる返り点だけの練習をしようと思うとですね、なかなか、分かりにくいって、逆に分かりにくいというところがあるかもしれないんですけれど、とにもかくにも、漢文訓読の場合には、この返り点の、指示といいますかね、返り点がこう、例点だったら一つひっくり返るんだよとか、1、2だったら1のところを先に読んで2のところへ戻るんだよという、そういう何て言うんでしょうね、道路の、標識みたいなもんで、それに従って、読んでくださいという、ことなわけです。でこの間ですね、ちょっとその例として挙げたやつで、1234567だな、1234567で、ここに例点があって下があって2があって1があって、上と。こういうような例があったわけですね。でそれ、どういうふうに、順番で読んでいくかということなんですが、とにかくこの間一つ大事なことを言い忘れたんですね。要するに中国語の文章でありますから、原文としてはね、それから日本語もそうなんですけど、基本的にはとにかく上から下へ順番に読んでいくということが原則なわけですよね。でそれでまず例えばこの字を見ると、
この左側のところにレテンというのがついていると。だからこれはこっちを先に読んでこっちを後に読まなきゃいけないわけですね。だけどだからこれはまだ今読めない、どっかから帰ってこなきゃいけないわけ、どっかから戻ってこなきゃいけない。で次の字を見るとここに下というのがあります。でこれ下というのは、まあ、上があって下とこういうふうに戻ってこなきゃいけないから、これもまだ読めないというわけですね。でその次の字を見るとにというのがあって、でこのにっていうのは1から2へ戻ってくるわけですから、これもまだ読めないと。でその次の字を見るとここに初めて何にも記号がついてない文字があったということですね。で、まあ、上から順番に読んできて、とにかく何にもない字を探せというのがまず最初にやることなので、ここは戻る、ここはこっちから戻る、これはここから戻るということですから、ここの字が、まあ、とにかく一番最初に読むとね。それで、その次に、まあ、とにかく上から順に来ると、その次のところを見るとここに1というマークが初めて出てくるわけですね。でそうするとだからこれは1から2へ、1、2、そしてここへまず戻っちゃうということなんですよね。そういうとにかく何にもない字があって、その後の指示をつまり戻る記号があったらもうそこから戻るということです。それで、ここまでの3文字はだからこれで解決というか読んだわけですね。それで、あと残ってる字と次ここへ来るとこれは何もない、だから、4番目はここで、そしてその次に5というのを見ると、ここに上というのがあるからこう下へ行って、6、そして、これが一時戻る印になってますので、こっちが一番最後というね、まあ、こういうような仕掛けに、まあ、なってるということです。でこれは例の式の降雨本儀で、ここの下の方を申しますと、その「イ・シアン・イ・シアン・チェン」というこの5文字を漢文訓読法に読むとすると、こうなるということなわけですね。で要するに、まあ、意味としてはとにかくこの「い」っていうのは、まあ、いわゆる中国語では何て言いますかね、開始ですか、字越ですか、要するに英語の前置詞にあたるようなもので「with」っていうようなやつですよね。だから「幸運」と、ね「相まみう」と「幸運」と「会う」という、まあ、そういうことになって。まあ何て言いますか、意味の上でも「幸運」と「相まみう」というふうにね、幸運に幸運と会うということに、まあ、なるということで、大体こういうふうに読んでくるっていうのが分かるわけだね。でそれからたまたまこの場合は一番最後の字がこの「ウェイ」という字だったわけです。で、まあ「ウェイ」は要するにその打ち消しの言葉なんだよね。否定ですよね。で結局その何を否定しているかというと、まあ、これ「ウェイ・トゥ」なんですけど、ここからここまで全部、まあ、要するに中国語の場合は、打ち消しの言葉が一番最初に来て、そしてその後に来ているものを、まあ、丸ごと否定するわけですよね。ドゥ・ユ・シアン・ユ・シアン・ジェンということができないというね、まあ、ウェイだからまだできないという、まあ、そういうことですけど、で日本語の場合には、ご存知のように、その否定っていうのが打ち消しが一番最後に来るわけですよね。なんとかかんとかであるというのと、なんとかかんとかでないというのとあって、なんとかかんとかでないっていうのがだから一番最後に来るわけです。だから、幸運と相まみうることを「図」というね、つまりその日本語だと打ち消しが一番最後に読まなきゃいけないから、これが一番最後に戻ってくるという、まあそういうことなんだね。だからまあこの「返り点」というのは、まあもちろんその機械的なものではあるんですけど、まあ要するにそれを日本語に翻訳をするという時には当然この意味とね、関係があって、そうなってるということなんですね。
で、まず、この間、宿題を、出してあったのですけれども、あ、ちょっとなんかコピーのコピーのまた PDF なんていう感じで、ちょっと細かい点が見えにくかったところがあったみたいなんですけれど、ちょっといくつか、全部やると時間がなくなってしまうので、いくつかですね、ちょっとここで答え合わせを、してみたいと思います。まず、一番最初の、その一番というのをやってみましょうかね。これは、ここが3で、2で、1とこんなようなやつですね。これはどうなりましょうかね。この間と同じちょっとずつ位置が変わってる、でしょうか。じゃあまあいいよね。じゃあちょっとやってみてもらっていいですか。ちょっとせっかくだから色を変えて、この黄色で、これです。そうだね、これいいですね。とにかく上から見ていくと、ここは3というのがこう出てきてちょっとびっくりするんですけど、3は123の3ですから、123と戻ってくればいいわけだね。それで、3は、まあ、2から戻るので、すけれど、何もないのはまずこれ、ね、それから、その次にこの字で、で、ここ12でなってますから、234と読んで23とこういうふうに戻るというね、まあ、こんな感じです。はいはい、どうもありがとうございました。それから、次にじゃあちょっと3番もやってみますかね。3番がちょっと薄いんだ。こうなってんのかな、このマークが出てきてるんだな、これはどうでしょうね。じゃあ、お一人置いてこう飛び飛びに今日はやってみましょうかね。はい、お一人置いてっていうところに、じゃあこれ、そうそう、みんなよくできますね。もうね、なんかこれ以上やんなくていいような感じもしますけど、これもここで点があって2があって、何もないのはここですわね。それでまずこれを最初に読んで、次にこの字はこれレ点で戻るようになってますから、こう読んで3とこの12とこういって、最後にレ点で変えるという、まあ、こういう形ですね。12345といいじゃないですかね。その次が4番目がなんかちょっとかすれててよく見えなかったみたいなんですが、これはですね、12345 6だね。これが2、こうなってたんだね。こうですね、12で点があってこう、こんなような形でした。これだとどうなりますかね。はい、ちょっとできないとかっこ悪いよ、プレッシャーかけそうですね、よかったです。はい、よくできましたっていう、これもここが何にもないね。それで、あとこうみんなくっついてんだね。それで、ここで初めて何にもなくて231と戻ります。そうすると今度はここをレ点になってるので、ここからここへ戻って12でね、こうなってるっていう、12っていうのが間にあって、まあ上下っていうのを使うことがあるけれど、これはその12が真ん中に入っちゃってる時に上下ってこう使うわけだよね。これはここから直接こっちへ行けるので、上下使わなくても12っていうやつだけで処理できちゃうケースですね、これなんかはね。はい、それからじゃあもうちょっと複雑な、それこそ上下が出てくるやつで、
6番っていう長いのをやってみましょう。一番上が下、それから2があって、これこのマークが出てきてますね。それから、これが1、そして、中というのがあって、レ点があって、上とこうなってんのかな。このやつはどうかな、それじゃあ、一番後ろの、はい、そうです、飛び飛びで行ってるからどんどん来ますからねこれね、あ、黄色ね、はいはい、すいません、あ、そこまで行っちゃう、本当、本当にそこまで行っちゃうかな、そこでしょ、うん、そしてさっきのところだね。ええ、ああ、いや、そう、レ点だよ、レ点、ええ、そう、それでいいですね、はいはい、こんな感じになると思います。ここが下というところで、これが2に、ここが何もないんですけど、これ2字つながってるので、まあ、これが1、2、3というふうに、ね、まあ、なってしまいますね。でその次に、これが辺ややこしいけど4、5とレ点で変えて、上、中、下という、まあ、そういうような形にこれはなるでしょうね、こういうことだと思います。でそれから、それじゃあ、これがそのまあ、一応の順番の方で、いよいよその、この順番で、点をつける方の、練習をしてみましょうかね。基本、あ、だからさっきのやつも1、2っていうのが出てきますけど、まあ、基本的にはだから上から順に読んでくるわけだね。それで上下っていうのは、まあ、なんていうか一番大きく戻るわけだけど、その次の中に1、2が入っていれば、まあ、1、2を先に戻っちゃっていいわけだね。さっきの場合必ずしもなんていうか、全く何にもない文字っていうのはねなかったかもしれないけど次にですね、じゃあ、こっちの基礎演習にって書いてあるやつの、1番、これをやってみましょうか。1、こんなのもあるんだね、あり得るというかね、これはどうでしょうね。じゃあこっちへ来ましょうか。じゃあ、はい、あなた、あなたです、一番後ろの、はい、これで、こういうふうに読むようにその訓点をつけると、はい、お願いします。どうなるかなそっちから行く1があったら、まあ、次は2に行くわけだな。そして2、3と2から3へはどうやって行ったらいいかね2と3は1字だからね、一つ戻ればいいんでしょ。2、3、隣同士だから1個戻ればいい、1個戻る印、
ええ、そうじゃないと思うよ。2時間に入ってたら1、2になっちゃうけど、この場合みたいに1つ戻ればいいのは、一番簡単な子返りっていうんだね。子返り、大返りとかいう言い方がありますけど、一番小さな。あ、そうそうそう、それでいいわけだ。そうすると今度は3と4はどうなりますか？ええ、そう、それで4と5は、まあ、それはもう書いちゃったけど、それでいいわけだね。こういうこともあるわけだな。どういう例文でこれやってるのか私もよく分かりませんけど、原理的に言えばこの通りだよね。1番っていうのがあって、でそれから2、3、4、5って1つずつ全部戻ってくればいいわけですから、これは全部レ点をつけるだけで戻ってこられるわけだね。こういうこともあるよね。それから次に、じゃあ4番っていうやつをやってみましょう。あ、ごめんなさい、逆だ。答えを書いちゃいけません。 これでいいのかな。5、1、2、4、3ね。ちょっと今最初のやつは見ないことにしといてください。これだとどうでしょうね。一番最後に一番上を読むというふうにしなきゃいけないわけだな。それじゃあ、ちょっと間が空いちゃうけど、じゃあやってください。はい。はい。あ、そうだね。はいはい、いいですね。これ今実にさらさらっとこうやっていただきましたけど、なんていうか、実際の文章を見てやる時も、まあ、これも多分そういうことになると思うんですけど、一応順番通りに記号をつけてった方が分かりやすいと思うんだよな。つまり、1、2ってこれはもうこっちは5だから、一番最後に読むわけで、まあ、ほっとけば、あと最後になるわけだけど、まずここは1、2とこう読んで、これはまあ何にもつかないわけだね。それで3、4ってこうひっくり返ってるから、ここは例点だなというのが分かって、そして4の後に5までいかなきゃいけないっていうところで、この1、2というふうにね、こう出てくるという。まあ天才的な人は瞬間的に上から書けるかもしれないけど、一応こう順番を追って、一つずつ戻っていくね。ちゃんとやっといてくれたから書けたんだけどね。こういうふうな順番にやっていくと分かりやすいと思います。この問題やるときにね。はい。あと、じゃあ最後に、この5番もやってみますかね。こんな感じね。はいはい。じゃあこれはどうかな。じゃあこっちへ来てお願いしましょうか。はい。5だよね。6、1、4、2、3、5。どうでしょうね。どこから先につけると言ったらいいですかね。1、2、3、4とこうなってるところでね。やっぱ、まあ、レ点はあれだけど、1、2点とか上下とかいうのは、やっぱ1、2、上下っていう順番に書いてった方が多分分かりやすいと思うんだな。2、3、4ってあたりはどうなりますかね。
いきなりそれ難しい。これ順番があるわけだね。レ点、1、2点、上下点。でもっとそれより変えるときはこう打つとかね。なんとかってこう ややこしくなっていくわけ。レ点は今ないんですね。ええ。でもこれ1書いてあると、これが先になっちゃう。2、3、4っていうその3つのところだけ見るとどうなりますか。ええ、まずそこを処理しないといけないね。その3文字で、下2つあって上に帰るときは、あ、そうそうじゃなくて、そうじゃないんじゃない？こう行ってこう戻るんだよ。2、3、4だよ。あ、そう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 、それでいいわけです、ね、これが 1,2 点だよね。あの 2,3,4 って間に2つあって、あのつまりなんかここに動詞があって、その動詞の目的語がまあ2字になってるような形ですよね。あの良い本を読むとかね、ただただ本を読むだけなら0点でいいんだけど、まあ、あのこういう形、これが 1,2 点だね。そう、次に今度は 5に来るわけで、5から6へ行くわけでしょ。そうそうそう、そういうことです。はいはい、で間に1、2が入ってるから、あのその次はあともう1、2点は使えないわけだよね。これはね、あの1、2をつけてここにまた1ってつけるわけにいかないんで、これは今度は上下というね、よく何々のものなんていう、あの上という字なんかをね、あの最後に1字だけあって上にひっくり返るっていうことがよく出てくると思います。あのどうもご苦労様でした。皆さん大丈夫ですかね。一応あの私この自分で、回答を書き込んだやつをあのまた林さんに今日お渡ししときますので、あのこれを、あの何ですか、あの教材の中に、入れてもらうので、残りの部分はあの皆さん自分であの答え合わせをしておいてくださいね。あの大丈夫ですかね。まあまあ、ちょっとまだあの、若干あのあれかもしれないけど、あの、まあ、だんだん慣れていっていただければと思います。はい。それではあのその次にですね、今日はあの送り仮名の方の話に、移ります。この訓点というのはあのこういう返り点と、まあ、送り仮名というのから、まあ、なるわけですね。それで、この間も、お話をしましたけど、あの、まあ、漢字が一文字こうあるとしたら、あのいわゆる返り点、まあ、ここのところに、その返り点が来ると、まあ、あのもちろんあの何もつかない文字もあるわけですけどね、あのつけるとすれば、まあ、ここへ来る。そして、この右側の下にあの送り仮名が来るということです。それで、いつかあの一番最初に、私のその高校の時の漢文の教科書っていうのをの論語のね、あの論議ですね、論語のあのテキストをコピーしてお配りしましたけど、あのこういうまあなんていうか割と初歩向けというかあのなテキストでは、それ以外にあのこの漢字の右側のところにね、あのいわゆる振り仮名というのが、つくということもあります。でもあのまあ、江戸時代の人の、ね、テキストなんかだとあんまりこの振り仮名ってついてることはあの多くないと思うんですけどね、あのだいたいこういうようなあの形に、まあ、なってるわけだね。それで、まずその、まあ、送り仮名についての、まあ、原則というところなんですけれども、これはあの今書きましたように漢字の右下
まあ右下というのね。全然関係ないですけど、あのこれをまた話をしだすとおかしくなるんだけど、あの飛行機の中であの映画やってますね。であれを時々見ながら来るんですけど、あの今回来た時にあの日本の映画で、まあ、もうちょっと何年か前のだと思いますけど、船を編むっていう映画があったのね。でこれはあの、ある辞書を辞典、日本の国語辞典をその編集して見た、見た、そうですか、その、物語なんですけど、その辞書を編集してる人が、あの新しく来たその編集部の人に最初に聞く質問がね、あなたその右という言葉、右左の右という言葉を、定義してください言うんですよ。これ意外に難しいよ。あのその辞書の中では、あその映画の中ではいろいろな、ね、答えが出てくるんだけど、あの僕もそれ見てて、いきなりそのあれと思って、右左の右ね、こうどう説明したらいいかっていうのはね結構考えちゃう。まあ、そういうなかなか辞書を作るっていうのは本当確かに難しいですね。これはね、あのこれはまあ全くの余談で、右と言ったらこう右であってこう皆さん分かっていただければいいんですけどね。あのはい、それで、じゃあこの右はまあそれっきりにしてですね、あの振り仮名、あごめんなさい、送り仮名というのはあのカタカナで書く、カタカナで書くということになってます。漢文訓読の場合ね、カタカナで、送り仮名というのは振ると。この、論語のやつなんかを見ていただいても、詩いわくっていうのがあって、いわくのくっていうのをね、右下にこれはカタカナですね。それから学んでって書いてあるんでっていうのもカタカナで、振ってるわけですね。時にとかね、これを習う、ふ、ふたんっていう字がね、これがあのカタカナであります。それで、ここはまあ、あの実は送り仮名だけの問題ではないんですけれど、あのいわゆる漢文書き下し文っていうのをこう作るときに、まあ、そういう問題が出てくるわけですが、この漢文を読むときには、これはまあとにかく前にもお話ししましたけど、その漢文っていうのは、昔の人が考えた方法なんですね。なので、この時の、まあ、つまり漢文訓読が始まった時の日本語っていうのは、まだ今の日本語じゃない、つまりその古典語なんですね、文語というやつなんで、だから、この送り仮名も、もちろんそれは、今の言葉とそんなに違ってないものに関してはね、あのそんなに大して問題はないんですけれども、古典文法で現代語と違う場合があって、でその時にはっていうか、あのいわゆる歴史的仮名遣い、日本語でね、まあ、あのいわゆる文語文法っていうやつですね、これに従って、書けというふうに、まあ、なっているわけです。ですから、ちょっとここが何ていうのかな、皆さん日本語ものすごくよくできるんだけど、一応まあ習ってるのは、いわゆる現代語というかね、口語なんだよね。でそれと、昔の言葉っていうのが、まあ、ちょっとこう違うところがありますので、そこのところをまあ、理解するというか、うまく運用するっていうのはなかなかちょっと、一つの山場なんですね、これがね。で、ただですね、例えば、これ文語の文法っていうのを、まあ、全部お話しすると、これはこれでまた大変な話になっちゃうんですけど、例えば、まあ、その違いっていうのは、そんなに実は、大きいわけではなくて、例えば、
特にこの仮名遣いの場合にですね、まあ、動詞動詞で言いますとですね、皆さんはですかね、日本語のそのいわゆる文法っていうのはどっかでちゃんと習ってますかね。そのつまり、あ、でも習わないとできないよね。日本語の動詞っていうのはこう活用があって、だから例えば言うなんていう一つの動詞があったとした場合に、例えば、それがこう過去を表すような時にはこれは言ったって言わないといけないわけだよね。同じ動詞なんだけど、言うという動詞なんだけど、たというような助動詞にくっつくときはいつたというふうになるとかね、あるいは、なんとかばなんていうようなその仮定の条件になるときには言えばとこうなるとかね、こう変化するわけですよね。それで、現代語の口語の動詞っていうのは、口語の動詞っていうのは、まあ、いろんな活用がありますけど、一番普通なっていうか数が多いのが、五段活用って言って習ってる、ない、五段活用って言うんだよね。でこれなんで五段活用っていうかというとですね、本当は、ね、例は良くないんだけど、ちょっと後で文語の方との関係で、まあ、言うという言葉を一つの例にしますとね、口語の場合、まあ、これはだからこれが原型っていうか、いわゆる終止形っていうやつだよね。で、まずその未然形っていうのがあって、ないというのにくっつくときは言わないですよね。でそれから、それからその次に、ますというのにくっつくときにはいなんだね。言いますなんだな、まあ、ここに言うという字は、まあ、全部上にあるわけですけど、言わない、言います、それから、言い切りの形で言う、それから言う時ですよね。それからちょっと本当は一列に書きたいけど、言えば、それから言えという、まあ、命令の形だから、こういうふうに、言うという言葉が、言わない、言います、言う、言う時、言えば、言えとこうなって、それからさらにその現代語の場合には、ちょっとこれ、言おうというね、いうのがあり、それからさっきちょっと言った小さい詰まる音、言ったという、こういうふうになっていて、そのなぜ五段活用っていうかというと、わいうわいう、おというね、本当はこれだから和行とおぎおだあだんで、あ行で2つの行にわたってしまっている例なんで本当はよくないんですけれど、とにかくわいうえおというその5つの段にまたがって変化するわけだね。でこれがだから現代語の活用で、そういうことで五段活用とこういうわけです。でところが古典の文法はその点は少し簡単にできていて、文語の場合はですね、余段なんだね。余段活用っていうんです。そしていろいろなこの余談活用にも種類があるんだけど、特に問題になるのは、この漢文の訓読で問題になるのは、破行っていう、その破行の余談活用、これがまさにこの言うなんですね。で言うはこれがちょっとややこしいんですけど、文語では「いふ」と書かないといけないのね、「ゆふ」なんだね。でただしこれを「いふ」と読んではいけないので、「ゆう」と読まないといけない。だから音は現代語と全く同じなんです、これがね。だけど、文字を書くときにこれがそのいわゆる歴史的仮名遣いというやつで、
あの由布というふうに書かないといけないというわけです。それでその活用がですね、これはだからいはずなんですね。それからいひて、いいて、ね、それからゆふ、それからゆふときでしょ、それからいへば、いへと、ここで終わりなんだね。文語文法の場合はね、上にもう一つあるっていうようなことがないわけです。つまり、この破行だったらはひふへというその4つの、音といいますか、4つの語尾で全部活用が完了しちゃうんだね。だから、口語の場合は、わいうえおっていう、 こう5つの段にわたるんで5段活用だけど、文語の場合は、はひふへというこの4つでできちゃうんで4段活用っていうわけです。でつまりこの破行だけなんだよね、正直言ってね。厄介なのはね、他のものはだから例えば、言うというような言葉が出てきたら「いふ」というふうに、送り仮名を振らないといけない、ね、例えば「いへ」というのがあったら「いへ」となるしね、そこのところなんですね。ただし、これ読むときはこれは「いえ」と読まないといけないという、そういう厄介なところがあるわけですが、大体そういうようなところであります。例えばね、ちょっとこのあんまり送り仮名の例としてはね出てきてないんだけど、この高校の論語の教科書とこう見ていただくとね、結構この破行の音が出てくるのよね。で、まずこれは送り仮名ではなくてその振り仮名の方に結構出てるんですね。見ていただくと、まず「し」いわくでしょ、「し」いわくなんだけど、これ見ていただくと「し」いはくと書いてあるんだね。でもこれ「し」いわくというふうに、読まないといけないわけだな、これがね。それから「学んで時にこれをなろう」、これはまあいいですね。「また喜ばしからずや」、「ともあり遠方より来たる」、「また楽しからずや」、これもいいやね。で人知らずして憤らずという、この縁という字が憤らずなんでね、憤るなんですね、これ昔の仮名遣いではね。で、今読むときは憤らずでいいんですけどね。だから一応その、漢文の書き下し文じゃなくて、その原文に振りがな、送り仮名じゃなくて振り仮名を振る時も、一応これ今はいろいろなやり方をしてて、実際もう現代語と同じように憤らずっていうふうに振り仮名を振っちゃう場合もあるんですけど、より正確にはね、こういうふうに歴史的仮名遣いでやってるわけですね。その次のところも「シュエアルプース」っていうところで「学んで思わざれば」、すなわち暮らしの「すなはち」になってるよね。これも「すなわち」なんですね。それから「思うすあるプーシュエツータイ」「思うて学ばざれば」、すなわち「あやうし」なんですけど「あやふし」ね。これ全部この破行の破行のこの音なんですね。だからここだけ気をつけてれば、あとは大体そんなに大きな違いは、ない。いうふうに思います。ちょっとその日本語の文法が出てくる話なんでちょっとややこしいですけど、またこれはおいおいそういうものが出てきた時にお話をしたいと思います。それでこれはつまり送り仮名ですけれど、これは送り仮名をまた別の方向から定義をするとですね、この問題っていうのは実は次にお話をするいわゆる漢文の書き下し文というね、つまり漢文の文章を日本語にすっかり置き換えてこう最初から書き直す文章があるわけですけど、その
書き下し文にした時の、日本語と、まあ、実は表裏の関係になってるんですね。だからちょっと、まあああえて書けば、日本語の、書き下し文に、したとき、まあ、原則としてっていうんで例外いくつかあるんですけど、漢字以外の、部分、つまり、まあ、すなわちというかね、仮名で、書く部分、これが送り仮名になるということなんですね。これはまあ、どういうことかというと、例えば、まあ、ホア、カイなんていうような、言葉があったとして、まあ、これも立派な中国語なので、花開くというね、ことで、でこれをいわゆる書き下し文、訓読書き下し文にすると、これは花開くってこうなるわけですね。日本語だとね、これは開くと読むんだけどね、花開くと。でそういう時に、花はもう漢字そのまま使います。それから開くという字も漢字をそのまま使うんだけど、そこに開くのくっていうね、この場合動詞の活用語尾の部分だけ、仮名で書いてるわけだよね。でこれはだから、この漢文のいわゆる送り仮名の時もここの部分だけを書くということなんですね、開くというね。だから、この「花開く」っていう、逆に言うと、漢文の文章が、訓点をつけた文章があったとすると、これを書き下し文にした時には漢字の部分は原則的に漢字だし、この送り仮名が、まあ、いわゆるこの仮名の部分になるというね、まあ、そういう表と裏の関係になってるっちゅうわけだね、これはね。読書書を読むとこうなるわけですけど、これを書き下し文にすると書を読むとこうなるわけで、ここの、前後入れ替わりますけど、仮名で書く部分っていうのがそっくりそのまま、いわゆる送り仮名なわけですね。逆に言うと送り仮名がこの書き下した時の仮名の部分にあたるという、まあ、そういうような関係になります。じゃあもうちょっとここから先結構ややこしい話が出てくるんですけど、どういう場合に、どういう文字をその送り仮名にするのかというところを次に、お話をしたいと思います。こういうやつなんだけどね、まあ5、4は別として、あそうか、白で書けばよかった。1、2、3とこう戻るってわけだよね。でこれはまあ形としては前にも、その例えば、まあ、字を書いちゃ本当はいけないんですけど、こういうそのリュエティンなんていうので一つの、二字でもってもう一塊の言葉になっているようなケースだろうと思うんですね。だから何とかをこう何とかするというふうにこう二字でひっくり返ってくるので、まあここはだからこのハイフンみたいなのを入れて、1、2という、まあ、こうなるんだろうと思うんですね。それで今ご質問あったのは、つまりこういう時に、まあ、1、2、3っていうことだから、こうならないかっていうご質問だったんですけど、この返り点っていうのは、とにかく返り点なわけよ。
だから、絶対下から上に来るわけね、だから1が上に来て2が下に来るとか、上下とかっていうことには絶対ならないのね。上というのがつまり、これはだからやっぱり日本語と中国語の文法の違いなんだね。要するに例えばさっきの打ち消しみたいな言葉が中国語では一番最初に来るけど日本語では一番最後に来ると、だから、上に戻らなきゃいけないというケースはこうあるわけですよね。だからとにかく返り点ってぐらいで、その返りっていうのは要するに、普通だったら上から下へ読むものを下から上に戻るんだっていう、そういう意味なんですよね。だから2、3というふうにこうなることはないわけですよ。だからここはやっぱりこういうような形に、なるという、そういうことなんでしょうね。だから1、2の印って返り点の場合は1つしかないけど、この1、2点っていうのがあったような場合、あるいは上下の点っていうのがあった時に、この、絶対にだから変な話ですけど下が上で2が上で、この順番が逆になるっていうことはないんだね。上下という順番に読みましょうということで下から上にひっくり返るということだから、こう2、3とこうなるっていうようなことはね、ないということなんだな。またさっきの続きをやりますけれども、送り仮名はどういう形で振るかということなんですけれどね、さっきから「言う」なんていう言葉を例にしてやっておりますが、動詞、要するに活用する言葉だね、活用語と言っておきましょう。活用語の場合、いわゆる活用語尾ですね。が送り仮名になると。だから言うというね、イフという、動詞を話す、その言うという動詞があったときに、漢字で書けば、いうふなんですけど、このふの部分がいわゆる活用語尾だよね。いはない、いひ、あ、いはず、いひてというふうにこう活用する語尾で、だからこの時はこの活用語尾を振るということですね。形容詞なんかも例えば、高いっていうのは高しってなりますね。昔の形容詞は何々しってね、外高しの部分を活用語尾として、ごめんなさい、送り仮名として振るということなんです。だから、その動詞の語幹の部分は漢字をそのまま使ってね、活用の語尾の部分は振りましょう。それから副詞、なんていうか副詞とか接続詞っていう場合に、これはだいたい原則として、最後の一字を送り仮名にすると。これは例えばこの「いい」なんていう言葉がこう出てきた時にね、これは「すでに」というふうに読みます。で「すでに」っていうんだけど「すでに」の「に」だけ振るということですね。それから「p」なんていうような字も必ずですよね。「ず」とこの「ず」だけ振ればいいという、そういう原則であります。でただですね、これ僕もいろいろ日本の教科書とか、
参考書とかを見て予習というかこの授業の準備をしてるんですけど、わざわざ、これは本によって違うことがあるので、あるとこう書いてあることが書いてある本がありました。で、つまり、同じ、例えば論語なら論語の、書き下し、あるいはこう訓点をつけてもですね、これは A さんがつけた場合と B さんがつけた場合とで絶対に同じっていうことは限らないんですね。だから例えば、すでになんていうことはあんまりないけど、必ずなんていうのを「らず」というふうに、送り仮名を振ってる人もいたりするわけです。だから、これは別にでたらめでいいっていうわけではないんですけど、違う場合もあるので、その点は違うものが出てきた時にですね、あんまりびっくりしないでくださいという、そういう意味だと思います。送り仮名の振り方にはいろいろなやり方がありますので気をつけてくださいという、そういうことなんだね。それで、その次に、ここでいよいよ訓点、いわゆる漢文の訓点、返り点、送り仮名の話が終わってですね、それでそこで初めていわゆる、漢文の訓読文、いわゆる書き下し文というのを作るという作業に、入るわけなんですけど。この漢文の書き下し文っていうのが、この間一番最初の時にちょっとお話をしたように、昔日本で公文書なんかに使われていた、その文体ですね。だから、台湾総督府の文書なんかを読もうとか思うと、まさにこの書き下し文体で書かれてるね。だからこれを勉強するのは多分いい勉強になると思うんですね。で、それから日本で、台湾大学の図書館にも日本の、中国文学やあるいは中国哲学の、先生がいろいろ中国の古典について解釈をされた、解説をされた本がたくさんあると思うんですけど、大体日本でね、例えば中国の漢詩、博楽天の詩でもいいし、徒歩李白でもいいんですけど、日本のでその漢詩に関して、解説をするっていう場合にですね、これは前こちらの、先生やってた河合先生なんかもね、岩波文庫とかああいうのでたくさん博楽天の詩集とかそういうの作っておられますけど、大体日本ではね、まず漢詩の原文、つまり、中国語のままの原文を挙げて、で大体その下にいわゆる書き下し文っていうのを書いてるんだね。そして、つまり漢文の書き下し文っていうのを書いて、そしてその後でいわゆる日本語訳、つまり現代の日本語の訳というのがあって、それから言葉の注釈なんていうのがこう来るっていう、大体そのスタイルが日本における、中国のこう古典の解釈っていうものの大体普通のスタイルなんだね。だから、例えば皆さんが、日本でこういうことがあるかどうか分かりませんけど、日本で、何か漢詩、中国の漢詩とか漢文とかの、論文とかなんか本を発表するなんていう時に、やっぱりその原文とそれからその書き下し文っていうのをね、やっぱりつけておくっていうのが、しばしば求められるスタイルなんだね。だから、これから次にやろうというこの書き下し文の書き方っていうのが、中国ではいらないんですけど、中国台湾ではいらないんだけど、日本で、それからもし皆さん日本人が書いた、そういう中国のものの、注釈っていうものを読もうと思うと、必ずそのこの漢文書き下し文、いわゆる訓読文っていうのが出てるので、
あのその意味でもですね、まあ、ちょっと勉強しておくといいのかなと、まあ、思うわけです。だんだんね、なんかこう台湾で、漢文訓読をやってると、なんで私はこんなことをやってるんだろうっていう気持ちになってくるんですが、時々こう、あのいや意味があるんだよということをこう自分自身のためにもですね、あの思い起こさせないと、こうやっぱりね、後が続かなくなっちゃいますから、頑張ってやりましょうということなんですけど、ここへまず来ます。そうするとですね、例えば、その論語の一節でいきますと、本当はこれ結構いろいろ難しい、さらに細かい規則があるんですけど、それはおいおいお話しするとして、例えば、論語の中のですね、まあ、この部分だけちょっと取り上げてみたいと思いますけど、ヨーポンツーユアンファンライというところがあったとしたら、あのまずは、こういうふうに印がついて、ともありと、で遠方よりですね、来たると、たるですね、という、まあ、こういうふうに、訓点が、まあ、つくわけ、まあ、この教科書見てもそういうふうについてますね。それで、これをあの日本語の、まあ、いわゆる書き下し文にするという時には、ともあり遠方より来たると、まあ、あのさっき、その送り仮名はカタカナでやってたわけですけど、あの書き下し文の場合はね、まあ、あの昔の古い時代の書き下し文っていうのはカタカナを使ってたようなんですけれど、まあ、今はね、なんかカタカナ、なかなかかえってカタカナの文章って今の日本人にはだんだん読みにくくなってきちゃって、あのひらがなで、まあ、こういう場合もやってますね。で、ともあり遠方より来たると、まあ、つまりさっきの話で、ともありのありというのがここでかなとして出てきて、遠方よりよりで来たるのたるがこうなるというふうに、まあ、こんなような形で、いわゆる書き下し文っていうのをまあ作れるというわけなんだね。で、あのそこでまず、あのこの最初の段階としてはですね、最初の段階としては、あのまずそのとにかく、この漢字とかなっていう話はこう難しいんで、とにかくこう全部、この何ですかね、全部かなでとにかく今読んでるままに、書いてみましょうという作業を、まあ、やるということなんですが、ここでね、実はちょっと結構皆さん、これ日本人にとっては何でもないことなんですけど、外国の方にこの漢文訓読を多分教えるときに、あの日本人に教えるのとは全然違う厄介な点が多分ここで出てきてるんだと思うんですね。でこれは、あのいわゆるその音、漢字の音読みと訓読みの問題だと思います。で、例えばあのこの字なんていうのは日本人だったら誰でもありって読めるんだよね。でだけど、あのこの漢字のいわゆる訓読みっていうのは、なんていうのかな、つまり外国の人には逆に言うと辞書を開か、さ、あの読まないと、あ、辞書を調べないとわからないということになりますね。でそこで、あの漢字には音読みと、まあ音と訓っていうのがあるわけです。訓読みというのがあるわけですね。で、まあ、例えばだから、あのまあ大学だからっていうわけじゃないけど、この字なんかは、まあ、日本語としてはね、あの学という、まあこれが音読み、それから訓としては学ぶという、
こういう訓とあるわけですね。それで、このいわゆる訓読をやるときに、こう全部音読音だけで済んじゃうとか、であればね話は簡単なんですけど、例えばここ、あ、これちょっとややこしい変な例でしたね。このポン用の方という字は、本当だったら音読みで方でいいんだけど、多分これ方あり遠方より来たるではちょっと日本人として分かりにくいということで、こういう場合はたまたま友っていうふうにね、訳してしまう、訓を使っちゃうんだね。で、まあ、ただ普通のあれだと原則として、それから遠方より来たる、遠方っていうのは音読みなんですね。で、ありというのは訓読みでしょ。それから遠方より来たると、まあ、このよりも一応もう訓にしてるかな、字と言ってるわけじゃないからね。来たる、来というのも来たるというふうに、訓読みにしてます。で、これ大体のね、大体の原則、まあ今ちょっと方法はちょっとある意味失敗だったんですけど、例としては失敗だったんですけど、大原則、大きな原則としては、基本的にはまあ、名詞ですね、名詞なんかの場合にはもう音読でいくと、まあ固有名詞の場合なんかはね、当然訳しちゃったら変なことになりますから、あれなんだけど、例えばこの間の漁法の字なんていうのをこう見ていただいてもね、屈原ね、まず屈原って、これはまあ固有名詞だからもうしょうがないわけですけど、屈原すでに放たれと、ファンという放つという字は動詞ですね。だからここは要するに動詞形容詞その他、だいたい名詞以外と言ってもいいと思うんですけど、基本的にはですね、これが訓読みになると、あ、音読じゃなくて音読みだね、訓読み、屈原すでにって、このすでになんていうのは、これはまあ名詞というわけではないので、すで、にというふうにまあ訓読みしてるわけですね。から放たれ、動詞ですね。それから降誕に遊ぶと、降誕ってジャンタンっていうのは名詞だから、これはそのまま降誕っていうふうに読んでいて、で遊ぶっていうのはこれ動詞なので訓読みにしてるわけですね。それからゆくゆく、その次が宅飯に銀図っていうのがあってですね、この銀図という字はなかなか面白いんですが、宅飯に銀図、まあ、宅飯はこれはまあそういう名詞でありますから、これは宅飯とこう音読みしてるわけですけど、この字っていうのはね、なんていうんですかね、日本人には難しい漢字なわけです。銀ずるというね字で、それで、よく考えるとひょっとすると、歌ってとかね、なんかの言葉ができるかもしれないんですけど、こういうそのちょっと見かけない、普段見かけない、よくわからなそうな漢字が出てきた、そういう動詞が出てきた時には、全部なんとかす、なんとかずとこう、漢字の音、ここは音読みでね、まあやってしまうと、ごまかしてしまうわけですね、ここはね、はっきり言って。分からない字は全部なんとかすと言って、ごまかすという、まあ、そういうことになるわけです。ここ後の方を見ていただくと、あ、だからそれからその顔色憔悴形容孤高、まあ、これも顔色なんていうのはまあ名詞ですし、形容心論も名詞ですよね。でそれから憔悴、
ここと、まあ、ここはそのまま何もつけてないけど、小水とかこことかっていうのは、まあ、一種の形容詞みたいなものですから、あ、そうでもないね、これも動詞と言ってもいいのかな、感触小水し形容ここすというふうにね読んでもいいんですね。ここはね、僕が習ったそれこそ訓読では、岩色小水し形容ここすというふうに書いてありました。これですね。だから、小水なんていうのもね、ちょっとなかなか分かりにくい言葉だけど、もう小水すとこう言ってしまえばね、これで済んじゃう。だから実はそのこれはまたちょっと余計な話になりますけれど、いずれその漢文訓読に反対していた人の意見というのも紹介しなきゃいけないんですけれど、結局その漢文訓読っていうのは、例えば、まあ、それはある程度こうどこで切るかとかね、どういう言葉の構造になってるかっていうのはちゃんと分からなきゃいけないんだけど、全然意味が分からなくても岩色岩色小水し形容ここをすっていうふうに読めちゃうんだよね。日本語にできちゃうわけで、さてじゃあ、小水ってどういう意味ですかとか、ここってどういう意味ですかっていうと、それはまた別に考えないといけないわけですよね。だから、漢文のこの書き下し文っていうのは、なんかある意味では非常に事務的にというか、形の上からこうすぐに書き下し文は作れてしまうんだけど、じゃあそこですぐに日本人として、意味が分かるのかっていうと、そこはもう一つ別の問題が実は出てきてね。で、漢文訓読は良くないっていう人は、まあ、ある意味そこをついているんですね。つまりこう「ちゃおつい」とか「くうかお」といっても、その意味が日本人には分からないじゃないかと、そこのところはちゃんと中国語を習ってこう言葉の意味を考えないとダメなんだぞっていう、まあ、そういうようなことになってるんですね。でそれはまあいいとして、でそれから、さらに見ていくと、で漁法見て、これ動詞だから見てと言ってますよね。それから、これへ解いて曰くと、問うというのも、まあ、一応日本語ですね。でこんなような形で、だいたい名詞に関しては、まあ、音読み、まあ、それ以外の言葉に関してはだいたい訓読みでいくということなんですね。でそうするとですね、皆さんがまあ大体ここで見てもね、この「放つ」「ファン」という字は「放つ」という意味ですよって日本語で読みますよっていうのは、まあ現代語でも「放つ」なんだよね。でそれから「自演」というのも「見る」っていうのも「見る」も現代語と同じですよね。それから「when」も「問う」っていうのも、まあ現代語と、これはまあ「問う」はたまたまさっきの「破行の音だから「豆腐」なんだけど、でも「豆腐」っていうのはまあ日本語現代語でも同じですね。だからその意味では現代の日本語を勉強してればそんなに苦労はないと思うんだけど、ただ、ここでつまり一つ一つの漢字が日本語でどういう訓読みになってるのかっていうことを場合によっては調べないといけないですね。でこういう時にまあやっぱり日本、つまりこれは日本人として一番必要だ、日本人の立場に、つまり中国語をやってない日本人の立場として漢文を読むためにやっぱり一番必要だったものっていうのはいわゆる漢和辞典というやつなんだね。で漢和辞典というのは、まあ、これはまあ中国語の今の辞書もそうなんですけど、まあ、漢字一字一字がこうなっていて、でその漢字を引くと、まあ、その漢字に対する、まあ、日本語の意味、まあ、日本語の意味っていうのはいわゆる、まあ、その訓読みですよね。例えば「自演」なんていう字を引くと「見る」というふうに説明してる。ね、ファンという字を引くと放つというふうな説明をしているっていう、まあ、これが実は必要になるわけだね。簡単なよく知ってる字だったら
あの問題ないと思うんですけど、 あんまり出てこないような字が、出会った時に、やっぱり、漢和辞典を引いてですね、それで日本語の、訓読みを調べないと、その動詞以外のものの場合だね、その訓読の仕方が、わからないということに、まあ、なってしまう。例えばさっきの、この G なんていうような言葉は、すでにというふうに日本語の訓では、読むわけですけど、これをすでにと読むんだよというのは、辞書引かないとわかんないですよね。これもすでになんですけど、こういうようなことをやるときに漢和辞典で、皆さんあれですかね、日本語勉強したときに辞書ってもちろん買ったよね。でそれはこういう漢和辞典的な内容っていうのは入ってるんですか。日本語の辞書っていうのはいわゆる国語辞書みたいなやつ、これは皆さん持ってらっしゃればね、いいんですけど、大体日本でね、小学校ぐらいから、まあ、始まりますけど、いろいろ言葉を調べましょうっていう時に、いわゆる国語辞典というやつね、日本語のね、日本語の国語辞典というやつと、この漢和辞典、まあ、日本人も漢字勉強しますから漢和辞典と、この2つを大体みんな持っていて、それで漢字について分かんない字が出てきたら漢和辞典を引きましょう、日本語で知らない言葉が出てきたら国語辞典を引きましょうって、大体そういう2本立てになってるんですね。ですから特にこの漢文訓読で、この訓読みについて、調べようという時に、まあ、この漢和辞典というのがね、まあ、必要になります。で皆さんにまあ買ってもらってもいいんだけど、買うのはと思って、なんかこの間ちょっとインターネットみたいなやつで、Google みたいなやつで、その漢和辞典つってね、ハンフーツーティエンっていう4文字を入れて、こう台湾の Google 台湾とかでこう検索するとですね、ちゃんと出てくるんだね今ね。そのなんかタダで、弾ける漢和辞典っていうのが実はあるんですね。だから本当それでその角弾きとか、それこそ音で弾くとかいろいろできるようになっているので、まあ強いて買わなくても今便利な時代になって、インターネット上で日本語の漢字を弾くと日本語の訓読みが出てくるという、まあ、そういうようなやつもありますので、まあ、それ使えばいいと思います。ただ、例えば、何ですかね、ちょっと前のっていうか、多分その漢文を本当に読むための漢和辞典みたいなやつは、実はその今の動詞なんかの場、そのいわゆる歴史的仮名遣いで出てくるんだよね。だから言なんていう字を言うというふうに説明はしてるんだけど、言うと書いてで括弧したりなんかして言ふというふうにね、つまりその歴史的仮名遣いも書いてあることがあって、まあ、そういう点ではね、そういう辞書を使わないと正確な書き下し文はできないということになってしまいますけど、まあ、大体はそれで分かるということなんだね。例えば今の、これなんかで、まあ、ちょっとこの友という字なんかは、反則ですよね。せっかく名詞は音読みだって教えたっていうのに、これは友と読めっていうのは、まあちょっと早速こう反則みたいな感じなんですけど、まあなんか法ありというふうには、なんかこうちょっと一種の読み癖みたいなのあるんだね。で多分よく日本語ですごくよく使ってる字っていうようなものは多分訓読みにしちゃうんだと思うんだよね。この法なんていうのもね、まあ法ポン用という2字になれば法言うというふうに読みますけど、多分これ1字だと友というふうにね、なんかやっぱり読んでるんだな。それでこれはだから友あり
遠方より来たるというふうに、まあ、まずは読めるわけですね。で、書き下し文のまずその前の段階として、とにもかくにももう全部このひらがなでね、読んだ通りにこう書いてみようと。だから例えば「いふ」なんていうのを言う「いふ」と書かないで「言う」というふうにね、読む通りに書いてみましょうということで、まずちょっとその段階の練習をやってみてはどうかということなんですね。と例えばこんな こんなような字があったと、クレンシーツンインなんていうような言葉があったとしてですね、これもあれ両方ありうるけどね、まあ、一応シムというふうに、送り仮名をつけておきましょう。でこれなんかの場合ね、これをどう読むかっていうわけです、ね、だから逆に皆さんは意味は真っ先に分かっちゃうから、こうこれ以上何にもやることないんじゃないかと思うんでしょうけど、これを書き下し文というか日本語の漢文で読んでみるとどうなるかっていうわけね。とまずは、さっきのこの原則でいくと、まあ、このグレンという二字は、まあ、これ一塊ですし、まあ、通院という言葉が、まあ、一塊になってるよね。それで、この言葉は多分グレンは名詞と考えていいでしょうね、まあ、これ一つとしてね、まあ、本当はグダイダレンで、まあ、形容詞動詞あ名詞なんて言うかもしれないけど、まあ、一応グレンというのは一つの言葉で、まあ、名詞と考える。まあ、通院というのもね、これもほんのわずかの時ということだから、ツンとインはもちろん形容的なあれになってるんだけど、まあ、一つの言葉と考えれば、まあ、グレンは多分、名詞的な言葉だから音読みでいいだろうと、ツンインも音読みでいいだろうっていうわけだよね。でただこのシーという言葉、まあ、これはもうシムというふうに振り仮名あじゃなくて送り仮名を振ってあるわけだけど、ここはまあ動詞だから訓読みにしなきゃいけないこと。これ「し」は「惜しむ」だね、惜しむね。そうすると、これは「個人」「寸印」を「惜しむ」というふうにまずは読めるということになりますよね、こんな感じで。でこういうふうに、まあ、いくつかこうやってみようというわけですね。これなんかちょっとややこしいかな。ちょっとまあ癖がありますね。なんとこういうふうになってんだよね。この「ゆ」という字は、まあ、ちょっと一種の何ていうか特別な読み癖みたいなのがあるんでちょっとややこしいんですけど「ゆ、つおちあしゅう」ね、家に手紙を書こうというわけですね。で、これもやっぱりこう「ちあしゅう」は一つの言葉で、だからここは音読みでいいわけだね。日本語に読むと何なんだろうね。うん、箇所だね。そうそうそう、箇所でいいわけですね。音読みはまあそんなにいろいろ複雑なことは出てこない。まあ日本語の音読みもいろんな音があってですね、ややこしい時もありますけど、大体まあ普通にね、まあ授業で習ってる通りに箇所と読めばこれいいですね。で、その次にこの薩王という字が、これが動詞ですね。これは何？作るだね。作るだね。だから作るでいいわけです。箇所を作らんとなんですけど、このいいという字はね、よくなんですが、これ日本語ではこの場合発すと読むんだね。発すると言うね。
君としてね。だから、これは、箇所を作らんと欲すというふうにね、読みましょうということなんですね。最後に、一つそのちょっと面白い例の、非常に有名な これね、論語のねすごい有名なやつだよね。ウリ三心ウシェンというやつね。これありますよね。東京に、あれ台北にもあったかな、三省堂って本屋あるよね。三神丹っていう大きな、神田の古本屋さんの本屋街の中で結構一番大きな本屋さん、その三神丹、三省堂っていうのありますけど、その三省堂の本屋さんはもちろん論語のこの言葉からお店の名前をつけたわけだね。台北にあるのは何だっけ、紀伊国屋だっけ。紀伊国屋はあるよね、大きいのはね。三省堂もあった、純駆動、あ、純駆動、そうです、結構大きい本屋さんありますね。で、この有名な論語の言葉なんですけど、これはですね、それこそいろいろな読み方がありうるという例の一つになるんですけど、本当にこういろいろありますね。こういうふうに、読む場合もあるし、こういうふうに訓点が振ってる場合もある。まあ意味はもともと論語の内容で変わりっこないわけだから、どう読んだってね、同じこと結果になるに違いないんですけど、これだとこれはもう我、これは日にですよね、毎日ね、こういうふうに読むとしたら、これが三、要するにここにこの配分印がついてますから、これはもう三省というふうにね、一つの単語にしてしまってるわけだよね。だから我日に我が身を三省すと、この場合には読むと、我日に我が身を三省すと、まあつまりこの三省を、三省堂じゃないけど音読で読んじゃうということなんですね。で、まあ多分次こっちの方が文法的にはというかより丁寧に分かりやすいような気がしますけど、我日にこれは見たびというんだね。見たび、見たび、我が身を顧みるとね、我、日に見たび我が身を顧みるというふうに、まあ要するにこっちはこの三心の心という字をね、まあ、これが動詞なわけですよね。だから、これを顧みるというふうに訓読みしているということですね。で、まあ見たび顧みるって言った方が多分三省って言って済ましちゃうよりも、よりまあなんていうのかな、説明にはなってるよね。我日に見たび我が身を顧みる、まあ、これ両方あり得るわけです。これはね、孔子様はどっちだって聞いてみてもしょうがないと思うんですけど、同じ論語の原文だけどね、訓読の仕方っていうのはさっきもしたように一通りではなくて、こんなふうに2つのやり方ができるということなんですね。それで、今日またもう毎週、なんか宿題の山がこう出るんですけど、またリンスさんにお願いをして10月1日分の宿題というのをシーバのところに入れてもらいます。で今度はまあ大体今日やったことの復習だと思うんですけれど、
これはもう結構本格的で、漢文の原文とそれから、まあ、逆に言うと書き下し文が出ていて、それで、送り仮名をつけなさいっていう問題と、それから、返り点送り仮名をこう実際につけてごらんなさいっていう、だからこの間の、その例の番号だけでやったやつに実際の言葉が入ってるっていうかな、まあ、そういうふうなものだと考えていただければ、ちょっとこれやってみてください。いきなりこれ難しいかもしれないけど、逆に言うと今みたいに、その音読み訓読みの問題はまだここでは出てこないからね、全部これ書いてあるわけだから、逆にその印をつければいいという、まあ、そういう問題ですので、で、もうちょっと、この訓読文を作るためにいくつか の、 補足みたいなものがあるんだね。でつまり、だいたい漢文の原文をこう日本語に、まあ、置き換えるわけですけど、まあ、名詞は音読み、動詞や形容詞は、訓読みっていうようなことがあったとしてもですね、時々こうなんていうのかな、中国語としてもちろん意味はあるし、まあ、訓読の時に、それを書くことは意味として言葉に入れることは入れるんだけれど、このいわゆる書き下し文を作るときに、書かなくていい、つまり漢字にしなくていいっていう字があるわけだな。でそういうのをちょっと、いくつか説明をして、それで、それが終われば大体、ほぼ、簡単な説明としては終わったということになるんじゃないかと思います。であとは、ちょっとその再読文字というやつの話をして、でこれで あとまあちょっと一応文系の話もね、構文の話もちょっとだけして、大体それで、訓読のお話は終わりと。であとはこれでもうみんな訓読はマスターしたので、そこまで全部分かればね、マスターしたので、もうあとはその原文をブンブン読んでいくという授業をやろうということなんですね。はい、それじゃあ、まあ、今日は一応そこまでということにしましょうか。それじゃあまた来週お目にかかりましょう。どうもご苦労様でした。はい。